ホランド男爵フォックス家の紋章ホランド男爵は、かつて存在したグレートブルテン貴族の男爵位。ホイック等の政治家ヘンリー・フォックスが1763年に除された、フォックスリーのホランド男爵とその妻キャロラインが1762年に除せられた、ホランド男爵の二つがある。両爵位とも二代名以降同じ人物に継承されたが、1859年に、 継承者が耐えて廃絶した。初代ホランド男爵ヘンリー・フォックス。ヘンリー・フォックスは、1735年に、ホイックの庶民院議員に初当選して、政界入りし、やがて庶民院の指導的政治家となり、大ピットと英達を争って、庶民院内総務などの閣僚職を歴任した人物である。そして1763年4月17日には、 グレートブリテン貴族爵位、ウィルトシャー州におけるホックスリーのホックスリーのホランド、男爵に助せられた。彼が1744年に結婚した、妻キャロラインは、第二代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスの娘で、あり、彼女も夫に先立つ1762年5月3日に、グレートブリテン貴族爵位、リンカーン州における、ホランドのホランド女男爵に助せられている。 ヘンリーとキャロラインの保有する二つのホランド男爵位は、夫妻が1774年7月に相次いで死去した後に、長男スティーブン・フォックスに継承されたが、彼も爵位継承から間もなくして死去している。また、夫妻の次男であるチャールズ・ジェームズ・フォックスは、ホイッグ党の中でも特に自由主義的な政治家として、イギリス政治史に名を残す人物である。 二代男爵スティーブンの息子である三代、ホランド男爵ヘンリー・フォックスは、おじ、チャールズの自由主義的見地を貴族院で代弁した人物で、ホイック党内でオールドホイックと呼ばれる改革派、左派派閥を率いた。そのため彼が党首をしている間、ホランド男爵家の邸宅ホランドハウスは改革派の重要な会合場所になっていた。また彼は1800年に、 妻の性を加えて、バサール・フォックスと改正している。三大男爵の息子である四大男爵、ヘンリー・フォックスには、子供がなかったため、彼の死と共に、両ホランド男爵くらいの継承者は耐えて廃絶した。なお、初代男爵ヘンリー・フォックスの、アニス・スティーブン・フォックス・ストラング・ウィーズは1756年に、イルチェスター伯爵に除されており、 このイルチェスター伯爵家は2016年現在まで存続しているホランド男爵フォックスケ系ズ、ありがとうございます。